こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。この映像は2017年6月13日に撮影した映像です。手取川なんですけれどね、国道8号の横にこのような新幹線の工事が少しずつ進んでいました。これは同じ場所から金沢の方向を見たんですけれども、このように、高架工事がところどころ、ああいうふうに橋脚ができて作っていましたね。でこれはね、今年2018年5月11日なんですけれども、同じく、金沢の方向を見ています。1年前から見て、このように、矢代兵衛工法でね、橋脚が作られていま、橋脚じゃないね、橋桁が作られていました。あちらの方はもう2つほど出来上がってたんですけれども、こちらはねこういう状態で、作っていました。これは橋桁を作っているところなんですけれども、現場でこのように、型枠を作って打ち込み作業をしていると。5月23日なんですけれども、もうさっき、型枠を作ってた橋桁はもう出来上がっていました。こちらの方もね、養生してたやつ、かなりね、もう出来上がってきています。でこの日はね、ちょっと友達が遊びに来たので、重機マニアの友達なんで、それでは新幹線を移しに行こうということで、こちらの方の工事現場来たんですけれども、今回はね、ここからね、加賀温泉の方までちょっと行ってみることにしました。ここは今ね、打ち込み作業をやってますよね、コンクリート。これはアーティキュレートダンプらしいですね。重機マニアの人に教えてもらったんですけれども、そういうね、いろんなちょっと変わった、車とかね、建設機材がいろいろあるんですよね。でこれは、小松方向です。でこちらできたところの、橋桁断面がこんな感じでね、多分中が空洞になってるような感じですね。で電線を通すパイプか、なんかそういうのがいっぱいありましたね。でこれ道の駅なんですけれども、これね、5月15日に道の駅来たらね、あの向こうの方に鉄骨を積んだトラックがあったんですよ。これなんです。そば行って映したんですけど、これ新幹線の工事に使うのかなと思いつつ、この時はね、何に使うかわからなかったんですけれども、ここにちゃんと使ってました。これは5月23日、こちら小松方向、手取川を渡ってね、ちょっと小松の方行ったところなんですけど、道路横断のところの鉄骨をこのように組んでいました。ここは鉄骨で道路横断するんですね。さらに、今度は小松の方へ行きまして、ここはね、北陸本線の明豊駅の近くなんですけれども、北陸本線と新幹線が交差するところなんです。向こうからやってきたのはサンダーバードです。こちら新幹線の工事現場ですね。やがてこの上に新幹線の高架がつながるということですよね。向こうが小松の方向になります。今度はここ架橋川っていうところなんですけどね、昔なんていうの、公害でちょっとうるさくなった川なんですけども、ここのところの橋梁の工事の現場です。こんな感じでね、川のところ、ああいうふうに水をシャットアウトして橋脚を作っていました。在来線はね、あんなふうに防風壁ができていましてね、よく風で止まるんですけどね。でここで今電車が走っていくあの向こうでもう一度北陸本線と交差します。それで小松駅の今度山側に駅ができるわけですね。
まあ北陸本線がね、かなり右へ曲がったり左へ曲がったりぐにゃぐにゃしてるんですけどね。反対方向を見ると、これがね、金沢の方向なんですね。同じ架け橋側から見た。ここね、家がずっと全部建ってたんですけれども、まあ立ち退いたんでしょうね。こんな風に工事が進んでいました。まあ残っている家、それから立ち退いた家、まあ運命の境目が、まああったわけなんですけれども、まあ立ち退く人にとってはね、本当に迷惑な話かもわかりませんよね。まあ新幹線ができるんで、はいはいわかりました。だからどうぞ作ってくださいって立ち退きしますなんてね、簡単にはいかなかったんじゃないかと思います。まあ私たちは鉄道にね、新幹線乗って何気なく乗ってるんですけれども、こういう辛い思いをして立ち退いた人がいて、やっと新幹線が開通するっていうことですよね。今度はね、国道305号と石川県道156号の交差点、これ二つなしって読むんでしょうかね。ここはね、昔国道8号だったんですけどね、こちらの方にね、なんか取り壊された家とそれから工事中の高架がありました。ここはね、国道305号とこの新幹線が交差するところなんですね。まあなんかね、ちょっとね寂しいですよね、こういう風な壊されたのを見るとね。ここ一体何があったんかなと思うんですけれども、まあこのような水道の、これ鉄骨の跡ですね。でここに新幹線の高架が建設中になっています。まあ今のがこのね、156号と305号の二つなしっていう交差点、ここにこう高架がずっとこういうふうに新幹線の高架ができるっていうことなんですけどね。ちょっとね、この航空写真っていうか Google なんとかっていうあれで見てみることにしますね。ここですよね、この三角のここなんですけれども、ここに建物があったということなんです。まあさっきの交差点ここなんです。横見ると、あ、こんな建物があったんですね。これがね、壊されて、さっきの残骸になってたような感じです。こういう建物があったみたいですね。それから今度はね、ここさっきここの156とこの305号の交点のここなんです。新幹線の線路、こういうふうに作られているんですけども、そこからね、ずっとこっち行って、今度はこの香川市、香川市立文光小学校っていう、ここの近く行ってみました。まあ線路はね、大体こういう、ここのところからこういう感じでね、うまくこの田んぼのところをね、通っているような感じですね。で、この辺の道路の交差するところの、映像になります。こちらは金沢の方向を見ています。まあこんな感じで橋脚ができた状態で、ここはね、道路横断のところもうつながってるんですよね。で向こうが加賀温泉福井方向になります。道路横断はだいたい最後につながるんですけれども、ここの場合はもう最初につなげてしまっていますね。あちらの方が福井の方向になります。今度は高架の下をくぐって反対側に行きました。向こうが金沢の方向、そしてこちらが福井の方向になります。こちらは金沢の方向を向いてるんですけど、カメラを左に振ると橋桁がここにいっぱい作っておいてあるんです。まあこの橋桁どこにかけるのかということなんですけれども、まあこれもね、まだこう作るんですね。鉄筋の状態になっています。あと型枠つけてコンクリート打ち込んで作るみたいですね。でこちらは出来上がった橋桁、まだこちらにもあります。いっぱいあるんですよね。でこれは高架の上に上げた橋桁をずらす機械ですよね。でここは湯振橋の駅の近くなんですけれども、こんなのどかなね、風景のところにね、すぐ隣に新幹線が走るようになるということなんですね。本当
ふるさとが変わってしまいますね。こちらは、まだ立ち退きが完璧に、なってないような状態かな。ここ基礎工事ですかね。このような、丸い、コンクリートが3つあるんですけど、これは何か壊したやつなのか今作ってるのかちょっとわからないです。反対側を見てみると、こちらは福井の方なんですけれども、こんな感じでね、すごい鉄筋が張り巡らされています。こんな感じで基礎が作られてるんですね。でここ胆振橋ですけれども、胆振橋のところからこちら加賀温泉の方向を見ています。まあ今こういう状態ですね。まあここはね、北陸本線の胆振橋の駅のすぐ横なんですけれども、まあ、向こうが加賀温泉の駅になっています。まあこのね、ちょっと離れたところに新幹線の線路ができてるんですけれども、北陸温泉はね、これご覧のように加賀温泉を出て、右カーブ、左カーブをして、で向こうは右カーブをして、ここでまた左カーブをしてというふうに、曲がりくねってるんですけれども、新幹線はまっすぐ加賀温泉の駅の方へとつながっています。まあこの北陸新幹線できたらね、今走ってる特急列車とか、なくなってしまうんですよね。ちょっと寂しいかなっていう感じします。こちらは北陸本線の胆振橋と加賀温泉の間、そちらから見た新幹線の工事状況です。このようにね、橋脚が、部分的に今作られている最中ですね。まあいろんな形でね、黄色い養生してあったり、もう足場が取れてたり、まだこちらはね、全然何もないような感じですね。ここまだ高架のできてないところでもね、これ思うんですけどね、この何にもないここにね、ピタリとあっちの線上に合わせて、橋脚を、橋桁をね作ったり、橋脚立てて橋桁乗せるっていうのがね、すごい技術だなと思うんですけれども、まあ土木やってる人に言わしたらね、そんなんピタリと合うよって言うんですけど、まあやってる人はやってる人なんですけど、まあ私は全然素人なのでその辺はよく分かりません。まあとにかくその技術っていうのはすごいもんだなと思います。ここはね、今度は加賀温泉の駅のちょっと金沢寄りのところなんですけど、小俣川ってっていうおむんかな、そういう川があるんですけれども、そこに作っている橋です。まあこちらとこちらと同じようにこんな風に作っています。まあこの矢代部工法っていうのは、この上にこのオレンジのこういう鉄骨があって、そこからこういう風にぶら下げて下に土台を作って、ここがまあ作業空間になるっていうような感じですね。だから空中に浮いてるっていうよりも、上からぶら下がってるっていうような、そういう感じですね。右と左と均等にバランスよく作って、これをだんだん伸ばしていくということですよね。でまあこちらと、それからこちらと均等に伸ばしてきて、真ん中の何にもないここの空間のところでつながるということですけれども、まあこのね、橋見ててもね、上の方は直線で、下の方はね丸く R になってるんですけどね、まあその R もね、こ
こういう風な状態でうまく作っていけるもんだなと思って本当に感心してます。まあ向こうの方、北陸本線を特急列車サンダーバードが走っていきます。この後はね、加賀温泉の駅をちょっと通り越してもうちょっと福井の方へ行きました。大聖寺までは行かないんですけど、こちら加賀温泉の駅、それからずっと今まだあんまり工事が進んでないようですけど、あそこに橋桁がありますね。それで右の方、まだ低い状態ですけど橋脚を作っています。でだん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 右へ、右っていうか福井の方へカメラを振っていくんですけれども、まあ今のところねこういう感じになっています。でも私が撮影しているこれは道路の効果なんですけど、あの右の方に見えるのが北陸本線ですね。これが北陸本線です。まあ今回の撮影はここまでなんです。それではね、最後、ここから映した北陸本線の、列車を最後にお別れしたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。さようなら。